いや、さっきま…あなた…多分ね。大丈夫。そうですね、エルロンとブライアン。異教の方、ミルザリ…なるほど、ミルザリドの試練をの…大司祭様、これは…ミサタ様がお…黒い蝶々の出現は…訳す…なんて恐ろしい、悪夢が現実になってしまった…黒い服を着た人…夢で見たブラックゴール…昔地図で…イミルはそこに書く…奴を逃がして…一刻も早く、タラ…私もイボンヌは心配で、もし逃げられたら…姉さん、もしイミルが本…ダメよ、あなた…クイーンに任せよう。ブライアンまで…姉さん、自分の力量は分かってるよ。そうそう、ライカ、エル…私は…クイーン、約束し…分かってるよ。どうやら、フォレスト先生、なぜこれがフォレスト…もしよ、あの…お主に確信…そうじゃ、お主らを、そしてお主…フォレストエッグを使う…試してみなければ。マーリン、お主は、ジョ…アルドン様。では、イボン…今の私の力では…おそらく、あなたは本当に優しい方です。マーリン様、一緒に…美しい花畑を。今はまだそのエルーナ、ルナラ、ブライアン、エルーナは何と。明月時に腐敗の兆候が現れた。そんな、どうやら今お主らが言うなれば、先生、流行の木、そしてですが、焦るでな、一木でも。
わかった。姉さんも覚えてる。黙って。もしあなた。ひどい。冗談なのに。確かにそれはひどいな。おお。ミカ。ユグドラシルの外まで飛ばせば十分だ。彼に命を粗末にする。わかりましたよ。もやれやれ。おお。エルロンがわ。本題に戻ろう。クイーン。そんな。あ。居場所は見つけ、しかも橋も、イミルは怪我を、奴らが信用、だから、僕の推理は正しいと思いますか？あなた、ブラックゴールド紹介、たとえイミルがいなくて、私も同じ感が、ミサタ様だって、道はおのずと現れ、迷う必要はない。